眼科医の平松です。今日は緊急性のある早めに診察を受ける患者さんとそうでない患者さんの違いをお話ししようと思います。もちろんその予約してるとかしてないとかっていうのではなくて、初診いわゆる初めてかかった時に、とか、最新でも急な症状が出た場合はありますけれども、こういう患者さんは優先されるし、そうじゃない人はちょっと待っていただくことが多いっていうことのお話をしようと思います。緊急性の代表としては、網膜動脈閉塞といって片目が突然見えなくなった病気、急性緑内障発作って言って突然片目が痛くなって見えづらくなっている病気、あとは、眼球破裂って言って目に傷がついて中が出てしまっているような病気、あったかい涙が出たりする場合ですね。でそれ以外としては、涙小管断裂って涙の通り道が切れているだとか、あとは感染症、手術後の感染症っていうことがありますね。あとはお薬、薬剤が目に入ってしまったっていうこともあります。こういう、緊急な病気が基本にまずあります。緊急な病気はまた別の動画で説明はしてるんで、詳しくはそっち見てください。それ以外のこととしては、感染症、とりわけ人にうつしてしまう感染症ですね。流行性各結膜炎とかプール熱とかいろんな言い方しますけれども、いろんなのありますけれども、人にうつしちゃう感染症の場合は患者さんが長く待っててしまうと、それによって他の人も患者さんにうつしちゃうわけですね。でこういう人の場合は症状は大したことないし、病気としての緊急性はないんだけれども、院内感染予防という意味合いで早めの診察を必要とします。ですから、その代表的なのは流行性各結膜炎といって、目が赤くなって目やにがすごい出ている人ですね。特に風邪ひいてるっていう場合は特徴的ですね。喉が腫れたりもしてます。なので、風邪ひいてて目やには涙がすごい出ている人っていうのは他の患者さんにうつしちゃう可能性があるので、早めの診察が必要になってくるってことですね。でそういう患者さんの場合は待ってもらう場所もちょっと考えなきゃいけないので、普通の人が待ってるのと違うところで待っててもらうこともあります。3つ目としては、状態が悪い人ですね。それっていうのは全身状態を含めてってことです。例えば気持ち悪くて倒れそうな状態なんだけれども、目の治療も必要だから来てる人もいますし、認知症とかで待っているとすごいどっかに行ってしまう可能性があるとか、そういうような全身の状態によって早くしなきゃいけない人もいます。あとは全身の状態での仲間でもあるんですけど、目の眼科の病気と思ってきたんだけども、他の病気が疑われて早くしなきゃいけないっていうのもあるんですよ。で特徴的なのは、片目のまぶたが突然下がってきたっていう場合ですね。これはですね、脳の動脈瘤、頭に動脈瘤ができていて大きくなっている可能性があります。でその場合って放っておくとその動脈瘤が破裂してもう命に関わってしまうので、そういう人はいや、あんた眼科じゃないから早く見てくださいってことを医者が判断するために早めの診察を必要とします。で、もう一回言うと、もう本当に病気として緊急性があるもの、そして感染症、人にうつすものがあるもので、最後に、全身状態やその状態によって、早めにした方がいいものっていうのはまず優先されるわけですね。でその次に痛いとかそういうことになってくるんですよ。だから例えば目がゴロゴロして私辛いのになんで待たなきゃいけないのっていう方いるんですけども、今言ったような例えば感染症で人にうつしてしまうとか、本当に緊急性で早くしないと目が失明してしまうとか、全身状態が悪くて倒れてしまうとかっていう人が先であって、でその人見た目に大したことないこともあるんですよ。でその後に目が痛いから早めに見てあげて辛いのを取った方がいいよねとかっていう患者さんが来ます。でそれが終わったら他の病気になるんですね。例えば網膜剥離がこの後に来てしまうんですよ。網膜剥離って緊急の病気ってイメージあるかもしれないけれども、感染症をする人とか、すぐやらないと失明するとか、全身状態がある人がやっぱり優先されてしまうっていう部分があるので、目としてそれなりのやや緊急性がある病気であっても順番が逆になったりゆっくりしてしまうってこともありますし、そうするべきですね。医療従事者としては、患者さんの重症度から判別しなきゃいけないです。ただもちろん受付、事務とか助手さんとか検査の人、これが全て完璧に判別できるわけではもちろんないです。なのでちょっとオーバーでもいいから判別してくださって結構です。特に、緊急を要する疾患とか感染症の病気とかっていう場合、全身の状態って見れば分かると思うんですよ。気持ち悪くそうにしてるとか倒れそうはさすがに分かると思うんですけれども、これって目の感染症が疑われるかもしれない、でもちょっと違うかもしれなくて
って早めに回したら怒られるかなって、そう大丈夫です。早めに回したからといって、いや感染症じゃなくてよかったねで済みますんで、だからこれらの病気が疑われる場合は早めでいいし、間違えてくださってもいいので、ちょっとオーバーぐらいにやらなきゃいけないですね。そういう気持ちでやってくださるといいと思います。今日は眼科の診察の順番を決める症状とかその状態をお話ししました。